はい、ひとつきまんさ清水です。いや、岸田さんがですね、新しい資本主義実現会議第8回を開催してですね、新しい資本主義のグランドデザインおよび実行計画を出したぞ。これで日本も新しい資本主義やっていう風にならない。もう本当何なんだこれはっていうね、まあ今日もね、朝日新聞社説で書いていろんなところで、報じられている新しい資本主義って何なんだよっていう話なんですけど、まあ結論から言うとですね、岸田さんというのはもともとね、分配から成長へとかっていうふうにこう言ってたわけですよ。ね。で、そういうふうに言っていたのに、新自由主義を批判していたにもかかわらず、結局そっちに戻ったじゃんっていう。あかんやんっていう話をですね、もう本当にこの、公約として首相の時、総裁選の時に掲げていたことをことごとくこんなに破っているのに、いまだに支持率最高っていうのは私には全くわからないんですが、まあ批判するべきところはね、ちゃんと批判していかなければダメですので、今日も佐藤さんと話をしていきたいなと思います。まあ、なんせ佐藤さんはですね、諸行政治家小沢一郎っていうのが最新刊なんだけども、経済部の記者として日銀とかね、まあいろんなところも担当されていましたから、今回もいろいろ聞いていきたいと思います。佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかだいぶなんか結局劣化版アベノミクスみたいになったなっていう感じなんですけど、これなんだろう、これこんなにもなんか嘘ついて、そう。というかね、岸田さんっていうのはね、全然その人格っていうものはもう全く見えないというか、むしろ人格が存在しないんじゃないかなっていうね。しないと思う。これなんていうかな、だって本人がですね、はっきりね、去年の総裁選でですね、主張していたのは、新しい資本主義をやるんだと、そしてそれは何かといえばですね、今までのような、新自由主義、ネオリベラリズムのような、経済運営ではなくて、まさにですね、この国民のね、大勢の国民のね、所得を上げてですね、そしてその平等ですね、二極化をなんとか直してね、そういう経済社会を作りたいんだと、と言っていたのにですよ、いざね、しばらく時間が経ってですよ、新しい資本主義、いよいよ打ち出したところですね、その言ってることとはまるきり真逆のことじゃないですか、これ。いや、私もこのなんかまずツッコミどころとして、すごい新しい資本主義感のないすごい古い感じのホームページに PDF がそのまま貼り付けてあるんですけど、これ見ましたよ、37ページもある。なるほど。目玉やから一応チェックしたけど、あれなんか全然言ってること戻ってるっていうか、むしろダメになったっていう感じですよ。とにかくね、そのカタカナがものすごく多いんでですね、これ普通の人はなんかいちいちね、これどういう意味かなっていうふうにですね、調べないと先に進めないような感じなんですよね。いや、これね、一番爆笑したのは、ウェイトを置くっていう風に書いてる部分まで、カタカナでウェイトを置くっていう風に書いてて、いや、おかしいでしょっていう、なんかもう日本語として変、これ。変ですよ。これ、岸田さんね、僕は本当聞きたいんだけど、こういうカタカナ使って、日々ね、会話してんのかな。ね、こんなカタカナで会話してるんですかと。してないと思うよ、ね、まずしてないですよ、岸田さんね、してないどころか、意味分かってないと思いますよ。確かに、そういうところがね、日本語の意味分かってないんじゃないかな、いや、そう思う、ね、所得倍増ということと、ね、所得倍増という4字の、ね、4つの漢字の言葉と、資産所得倍増というね、この6文字の言葉とですね、どこが違うのか分かってないんじゃないかなと。佐藤さんおっしゃる通りだと思います。でしょ、分かってないと思います。岸田さんはまずね、岸田さんが昨年のですね、総裁選の時に言ったのは、所得倍増と言ったんですよ。おお、ね、宏池会の大先輩池田勇人を参考に随分ぶち上げたな、令和の所得倍増って言ってましたよ。そう、所得倍増ということはですよ、まさに所得ですよ、所得。うちらの所得ってのはね、そう、要するに、まあ、所得の前にね、この収入があってですよ、そしていろいろね、その課税されるべきものをね、いろいろ取り除いて、最後に残った手取りですよ、ね、まあ、それもいろいろ種類あるけど、まあ、所得ですよね、
それを倍増させるということは、要するに賃金を上げるということじゃないですか。そこしかないわけですよ。ね。ところが、ここに来てですね、打ち出したのは、なんと資産所得倍増。あ、ご資めんご産めん。所あ得、れ、資産ね。所得のことだったって。そう。ね、資産所得と所得ってどこが違うの？分かってんのかなと。分かって言ってんだったら悪党だね。し、分かってなかったらアホだし。本当ですよね。なんなんや、これは。で、資産所得ね、要するに、これ打ち出してるのは資産所得倍増でね、これの朝日新聞の記事の見出しにもありますけども、年内に資産所得倍増策と、ね、分配踏み込めずと、新しい資本主義案と。もうこの見出しがね、まずね、ほとんど全てを言い表してますよ。ね。で、要するに、岸田さんが昨年ね、言っていたのは、分配に力を入れるんだと。そうよ。ね。経済というのは、成長してね、経済が成長して、そしてその果実を分配するというね、二つの側面があるんだけども、ね。で、アベノミクスというのは、成長ばっかりやってきたと。そしてに、経済が二極化してしまったと。それに対して自分は、分配に力を入れるんだと。ということを言ってきたわけです言っよ。てた言ってた。ね。で、分配というのは、要するに所得倍増じゃないですか。所得ですよ。ね。で、資産所得というのは、ね、言葉を変えて言えば、金融所得ですよ。ね。要するに、簡単な話、株とかですね、そういうものをじゃんじゃかやって、ね、持てるもののですね、まあ、これ、よし、余分、ね、余計な、まあ、資産っていうかね、まあ、運用できる資産。これを、株式とかですね、まあ投資信託とかいろいろ投資してですね、そしてそのリターンを設けていただくと。そういう話じゃないですか。ということはですよ、これ持てるものはじゃんじゃかやってじゃんじゃ儲けてください。持てない人は何もやんなくてそのままでいてください。これ、ね、二極化がさ、広がるだけじゃないですか、これ。だからこれ、意味軸も岸田さん自分自身で資料の中に確か書いてたんですけど、1000兆円の家計を貯蓄から投資しますと、インベストイン岸田っていうふうに言って、じゃあこれ誰が持ってんのかっていうと、主に高齢者が持っていますと。500、1000兆円の現預金のうち500兆円以上は高齢者が持ってます。で、その人たち年金で暮らしてるわけですよ。で、その人たちの資産所得倍増。え、じゃあ、現役世代の人たちはどうなるんですかね？みたいな。そうです広がよ。るだけじゃねえか、格差が、これ。そうですよ。広がるだけなんですよ。つまりね、まあ、そういうね、データもあるし、それからね、金融庁がね、2021年1月に、調査したところによるとですね、金融資産の非保有世帯、つまり金融資産を、金融資産を全然持ってない持っ世て帯ないところですね。というのは、全世帯の16.1%もあるんですよ。いや、それかなり多いね。ね。多いんですよ。これでもね、この過去3年ですね、調べると、まだ下がってるんですよ。ね。そしてね、これ100万円未満ですね。金融資産が100万円未満。ね。これがね、足し算すると22.2%なんですよ。まあ2割の人はね、2割の世帯は200万円未満なんですよ。いやこれでどうやってね、資産所得倍増のための投資をしたらいいんだと。で、しかもなんか100万200万持ってても5%で回すとするじゃないですか。5万から10万しか入ってこないよ。暮らしていけないって。そうですよ。資産所得が増えてどうのこうので恩恵を受けるのって、まあ1億持ってるとかそれぐらいの勢いからだよ。そういうことなんですそよ。んなの一体日本の何パーセントですか？そういうことなんですよ。もうね、僕はね、なんていうかな、この新聞見たりね、いろいろニュースを摂取したりですね、本当にね、呆れ果てますよね。いや、こだのから。岸田さんのこのね、なんていうのかな、自分の言ったことに責任を持たない。そして、なんていうかな、
頭が働いてるのか働いてないのか全然わからないんですけども、まあとにかくね、ひどいもんですよ、これね。いやー、でも、資産所得倍増。で、ちなみに NHK が5月9日に報じたニュースによるとですよ、2020年の平均を100だとすると、実質賃金。さ、今年の3月は88%。つまなるり、ほど。12%近くダウンしてるんですよ。はいはいだから、岸田さんが首相になってから、いわゆる令和の所得倍増とかって言うてた人がですよ、むしろ給料12%実質賃金で下げてて、で、挙句の果てに何とかすんのかなって思ってたら、資産所得倍増、喧そ嘩売ってんのか、お前っていう、私、あの5月9日のニュース見たときに、これさすがに暴動でも起きないかなって思ったんですけど、なんで？らね、国民ってか分かってないのかな。怖いですよ、逆に。だってこれね、全然言ってることと、今打ち出したことと、全然違うんですよ、180度。ね。その意味でね、この同じ6月1日の朝日新聞だけど、これ面白いんですよ、この記事ね。新しい資本主義変質、新自由主義の転換目指したがと。ね。そう。旧来型に回帰、ばらまき色っていうね。バラマキ色。そう。で、ここれれ多ね。分、バラマキ色自民党の人が見たら、バラ色に見えるんですよ。なるいっほど。ぱい税金配って、利権がジャブジャブや、バラ色やっていう感じだと思うけども、国民にはいい迷惑だ。なるほど面白い記ね。事ですね、これ。面白いんですよ。このね、5月5日にですね、このロンドンの方にね、岸田さんが行って、金融街のシティでね、講演したじゃないですか。インね。ベストイそンし騎士て、だ。インベストイン岸田。岸田に投資をっていうね。で、これ読むとですね、このエピソードが面白くて、ね、岸田文雄首相は5日、外遊先のロンドンの金融街シティでの講演で、そう決め台詞を放ったが、会場からは苦笑が漏れた。200人を超える聴衆が耳を傾けたが、前日までに100人ぐらいしか集まらず、必死で人集めをした。恥官ず邸かか、しい。という。ね。恥ずかしだから、すぎる。まあ、要するにね、それしかね、まあ、日本のね、今ね、経済運営っていうかな、注目されてないんですよ。いや、でどうでも、もいいと思ってるんですよ。まず、これ18時の平瀬さんとの会でインベストに岸田。検索して海外ニュースチェックしたんですよ。イギリス現地メディアほとんど報道してない。まあそうでしょうね。で、私がいろいろ調べましたけど、いや、こんな内容言ったら、それ、失笑買うわって言ってましたけど、やっぱ買ってたんですね、この記事によると。合ってましたね。しかも100人ぐらいしか集まらないっていうね。人気もねえのか。そう。まあ一応100人っていう、言いますけど、100人ってね、目で見たら結構ね、ばらつきがありますよ。そりゃそうあ、やころ。の全然集まってないなと。ね。それぐらいね、要するにね、関心ないんですよ。ね。みんなも分かってるわけですよ。岸田さんってのはね。要するに何もね、なんていうかな。まあ、信念がないと。ね。一つは去年言ったことと、ね、報道を見ていると。それから、今年になってこうね、固まってきたことと、全然ね、180度違うと。ということは、何一つ実行する気がないっていうことじゃないですか。ね。しかもこれ、ロンドンシティのギルドホールで行われたんですよね。ギルドホールって、1400年ぐらいに作られたすごい名門のある、庁舎なんですけど、シティ・オブ・ロンドンの行政の中心地なんですが、200人しか集まらないホールをそもそも借りてる時点で、あんまり人が集まんないって思ってたんだろうな。でもなさるらほにどそね。の上で100人しか集まらなくて、多分相当慌てたと思いますよ、これ。ということですよね。まあ、そしてこの記事のね、ちょっと真ん中あたりね、読んでみるとですね、面白いんですけど、新しい資本主義という看板は、首相が昨年秋の自民党総裁選で掲げた。1980年代以降の新自由主義のもと、中間層が、細り、格差が拡大したことへの反省から、分配政策で是正につなげるのが主張の柱だった。そうだった、そうだった。ところが、政権発足後に実現会議を立ち上げたものの、首相が自ら
政策理念を説いた形跡は見当たらない。最近になっても側近からの提案にちょっと方向性が違うと周囲に愚痴をこぼす状況だったという。は政府内からは新しい資本主義を理解している事務方は誰もいない。あ、誰もいない。ね。ということなんですよ。ああ、やっぱりうん。政府の中の事務方でも新しい資本主義って結局何なのってそうなんですよ分かってね。ない。っ分かってないんですよ。てことはやっぱり佐藤さんの言ってる通り、岸田さんも分かってないよ。分かってないんですよ。多分なんとなく言っただけっていうやつです、これ。だから、この新自由主義とかネオリベとかね、まあ、それが批判されているので、まあ、それはね、変えなくちゃいけないなと、というふうなね、ことをね、思っていたんでしょう、多分ね。そういうふうに思っていたんですだっよ。て逆に自分の中で信念があって理解していた言葉として発しているんだったら、こんなにコロコロ変わんないって、そもそも。まあ、そうですよね。だからこのね、新しい資本主義案を見てもですね、要するにこのね、いわゆるこう人への投資っていうかね、まあこれがね、なんで人への投資なのかちょっと僕にはよくわからないところもあるんだけども、このニーサですね、少額投資非課税制度、それからイデコ、個人型確定拠出年金ですね、この制度改革ということで、まあこれは要するになんていうかな、株式とかね、投資信託とかね、まあ、そういうのをこう、なんていうかな、まあ、非課税をですね、広げたりですね、まあ、そういうことでね、投資を促進しようということだと思う。ね、そういうですね、ことをやってもですね、結局その、なんていうかな、そういう人の人口って限られてるんですよね。限られているんで、さっき言ったようにですね、金融資産を持ってない世帯が16.1%ですよ。100万円未満が22.2%なんですうん。よね。だから、そのね、貯蓄から投資に回すね、余裕のない世帯が多いんですよ。で、それなんかこう、そんな状況の中で、いや、むしろ格差を助長するし、プラスにならないことの方が多いのに堂々と言ってのけて、かつ政府の中では何を言ってるのかよく分かってないって言っているわけでしょ？もそうなんですう、ね。これ、学芸会のね、催し物の会議だったらいいけど、国家予算、一般会計で100兆円使うトップの組織ですよ。大丈夫か、おい。いやー、そういうことなんですよね。そういうことなんですよ。つまりね、これね、まあちょっとね、この本を紹介しますけども、ね、改めてですね、新自由主義ですね。これ作品者ですね、デビッド・ハーベイっていうね、大学の教授がいるんですけども、新自由主義、その歴史的展開と現在っていうね、これ要するにね、どういうことかというと、この新自由主義って一体何なんだということですね、まあ、これ簡単に説明しておくとですね、まあ、要するに、金持ちはそのままずっと金持ちで、そして、貧しい人はそのままずっと貧しくいてくださいということなんですよ。簡単に言えばね。要するに、まあ、自由主義というのは、まあ、リベラリズムということで、これは主にね、その思想とかですね、信条とか、そういうものの自由を指すんだけども、新自由主義というのは、新がつくとですね、これは主に経済的なですね、自由なんですよ。で、しかも、これはですね、大企業であるとか、金持ちであるとかですね。そういうですね、まあ言ってみれば上層部ですね。お金を持っている層。そこの自由をですね、拡張するということなんですよ。ということは、お金を持ってるね、人たちはそのまんま、ずっと金持ちでいてくださいということで、貧乏人はそのまま貧乏人でいろということなんですよね。で、これが、要するに二極化をどんどん広げているということで、これはね、1980年代から始まってきてですね、もう各国にこう広がったわけなんですよ。ね。そして、これはもう、なんていうかな、資本主義国、まあ、いわゆる、なんていうかな、アメリカとかね、日本とかね、そういうとこだけじゃなくて、中国でもそうなんですよね、現在ね。
格差が広がっているということで。でですね、例えばね、これはね、アメリカのね、ニューヨークですね、ニューヨークですね、ウォールストリートがありますけども、そこではね、オキュパイ・ザ・ウォールストリートっていうね、ことが結構ね、やられたんですよ。要するにウォールストリートをですね、占拠してですありまね、したね。そうそう。で、その時の合言葉は、We are the 99%。俺たちは99%側なんだぞーって。そうそう。要するにどういうことを言ってるかというと、結局、国民のうちですね、すげえ金持ちってのは1%しかいないんだと。で、ほとんど99%は金持ってないね、人たちなんだと。ということで、いわゆるこのネオリベラリズムですね、新自由主義。これを打ち破るために、99%対1%ということを打ち出したんですよ。ね。つまり、そういうふうなですね、二極化。これがね、ネオリベ新自由主義なんですよ。ね。ところが、このね、岸田さんはですね、まあ、アベノミクス時代にですね、どんどんこのネオリベの政策でですね、この日本が99%がね、1%が広がっていってしまったと。で、それを元に戻したいということで、中間層を分厚くするというね、まあ、ことだと思うんだけども、それで所得を倍増にするというね、やったんだけども、結局、今回打ち出したのはですね、もう、一番ね、今紹介したようにですね、22.2%の人は、世帯は、100万円未満の金融資産ですよ。ね。そして、このね、貯蓄から投資へというね、ことを打ち出したんだけども、じゃあ、この22%の人たちはどうしたらいいんだっていう話じゃないですか。しかもそれ100万円未満までですよね。多分100万円、どうですよ。100万円未満が22.2%。で、多分100万円の人たちが仮に、わーい、投資で年間3万円儲かったぞっても焼け石に水じゃないですか。そうですよ。1000万円持っててもですよ、佐藤さん。じゃあ、3%儲かったぞ、30万円。いや、これで安心だ。ならないよね。ならないです。ならないですよね。ってことは、これ、やっぱ本当に資産だけで食っていける人向けの話なんですよ。そういうことなんだでからす結よ。局、これね。は22%どころか、99%の人は切りますよっていう話ですよ。そういうことなんですよ。ね。全くそういうことなんですよ。それをね、岸田さんをね、いや、ちょっと方向性が違うんだよな、ぐらいの一言、つぶやいたぐらいで終わっちゃうわけですよ。ありえん。これね、僕思うにね、これ、去年の総裁選で、いや、彼が言ったことですよ、岸田さんがね。ということは、こんな信念のない人、これね、信念あるとは言えないですよね、つぶやいたぐらいで終わっちゃうと。ね。新しい資本主義なんて言ってですね、そういう信念のない人が、見事にですよ、この日本という国の首相になりですよ、そして60何パーセントかの支持を集めている、これ気が狂った国じゃないですか。もう気が狂ってる。もうこんなに嘘つかれても OK なの？何？国民は窓なの？ほとんど。おかしいでしょ。これ気が狂ってるとしか思えないですね。だってこんなに政治はさ、政治家は法律作るんですよ。だからそれが仕事なんですよ。ってことは言葉のプロですよ。だから嘘ついちゃダメなのよ。そうなんですよ。ほらのに、なんかこんなふらふらして、ね。全言撤回、撤回、撤回しまくって、そで、それを、なんか、なんで指示されてんの？もう俺にう。いはや、分か本らん。当です。本当ですよ。いや、でも、間違いなく、岸田総理の下では、所得は増え、しかも減ってるけど、金持ちは、OK なのかもしれんが、何が起きるかっていうと、消費税増税すると思うそうなんですよ。な。そしてこの提案ね、この原案、この提案を作ったのはですね、木原誠二官房副長官と、それから経済産業省出身の、新原弘明さんなんですよね。なるほど。新原弘明さんっていうのは、女優のね、菊池桃子さんとね、なぜか結ばれた人なんだけども、これね、要するに新原さんっていうのはね、要するに安倍さん、菅さん時代やってた人ですよ。そうかそうか。
なるほど。成長戦略でね。はい。だったら、新しいものなんか生まれっこないんじゃないですか。そんなね、前からいるような人がずっといるんだったら、それは変わらんわ。そうですよ。だから、うん、新原さんはね、安倍さん、うん、それから菅さんのね、政権で、成長戦略をね、描いてきた人ですから、うんうん、そうしたらね、変わるわけないんですよ。うん、ね。そしてその新原さんも、岸田さんの考えていることは理解できないわけでしょ、ね、そしたら、ね、意味がわからない。意味がわからないし、ということは岸田さんと新原さんの間で詰めた話をしてないってことじゃないですか。してないね。そんなね、無責任な人が首相やってるってね、うん、僕ね、これ本当になんていうかな、まあ、岸田さんっていう人はね、まあ、中堅キッシーっていうのはやっぱり当たってるかなっては僕は気がしますよ、うん、なんか。いや本当そうだし、うん、安倍晋三は見るからにいや気持ち悪い嘘つきやっていうのあったけど、うん、で菅さんはうわなんかちょっと怖いわっていう感じあったじゃないですか。でも岸田さんなんか見た目安倍ほど嘘つきに見えないし、菅さんほど怖っって感じもしないじゃないですか。でも、うん、言ってることはめちゃくちゃなんだよ。めちゃくちゃですね。でこれに騙されてるとしか思えないけどな。うん、だからね、それはね、安倍さん、あるいは菅さんですね、うん、そのマイナスイメージがあまりに強くてですね、うん、岸田さんのような、なんていうかな、まあ、組みしやすいというかですね、ソフトイメージ、うん、まあね、言ってることとやってることは全然違うんだけど、うん、まあ、そんなことはもう気にしなくていいかと、ね、あんまり怖いことやりそうもない人がいいなみたいなね。そんなことかもしれないですよね。なんていうか、うん、そんなんでええんか。でもあんま怖いことやりそうにないけど、めっちゃやってるで、うん、今そうなんですよね、うん、でね、僕は本当不思議なのはね、うん、この朝日新聞でね、うん、インタビュー記事が載ってるんですよ。はい。ね、岸田首相の政策ブレーン、うん、はい、ね、これ原ジョージっていう人なんだけども、はい、この人がね、岸田さんのね、経済政策について、うん、そのバックボーンとなるですね、いろいろアドバイスしてるんですよ。なるほど。そのインタビューが載ってるんですよね。はい、ありますね。資産所得倍増の前にやるべきことがあると。ね、これ、岸田さんのブレーンなんですよね。ブレーンです。政策ブレーン。なのに、資産所得倍増の前にやるべきことがあるってタイトルなんですか。これね、僕もこれもね、よく理解できないんですよ。これね、ちょっと漢字のところ読んでみますね。はい。一番最初の問答をまずね、これ重要なんでまず読みますけども、はい、まあ質問がね、岸田首相が英国ロンドンの金融街シティで新しい資本主義の具体策として資産所得倍増プランを打ち出しました。っていうね、まあ質問に対してですね、うん、答えが、資産所得倍増計画は良いことですが、まずは多くの国民にとっては、株式などの資産に投資できるだけの蓄えを作る必要があります、うん、そのために総理がしたいことは令和の所得倍増を実現し国民一人一人を豊かにすることです。しかし7ヶ月経っても新しい資本主義実現会議から具体的な提案が出てこないので待ち続けるわけにはいかず成長戦略を打ち出しました、はい、この意味わかりますか。ほう、これね、これだってまずは資産所得を作るためにはまず所得を増やして豊かになってからだろうと、うんうん、もうそれはいいんですよ、うん、ね、ところが、そしてね、岸田さんがやりたいのは、うん、令和の所得倍増、はい、ね、国民一人一人豊かにすることだと、うんうん、まあ、これはねいいんですよ、うん、でもそれが去年言っていたことで、うん、しかもこの原さんがアドバイスしていたことですから、うんうんうん、ところがその次、しかし7ヶ月経っても、何も出てこない。新しい資本主義実現会議から具体的な提案が出てこないので、待ち続けるわけにはいかず、成長戦略を打ち出しましたって言ってるんだけど、はあ、なんで具体的な提案が出てこないんだと。そうね。つまりね、この実現会議ね、だって人選したのも岸田さんなわけでしょ。うんうんうん、そしてね、だったら岸田さんが自分で、こういうことをやるんだと言ってですね、うん、そして考えさせればいいじゃないですか、うん、全くだ、ね、ところが、ね、さっきの記事にあったようにそれを理解している人は一人もおらずっていうようなね、うん、表現があるわけですよ、うんうん、
ということは、岸田さんも、それについて説明することもできなくて、そして、この会議のメンバーも積極的にそれを理解しようとする人もいなくて、ただ単に7ヶ月空飛したということですよ。そして、仕方なく成長戦略を打ち出したって、これ一体ね、これ、近代国家、現代国家なんですかね、これ。てか7ヶ月も何やってたんや、まず。そうですよ。もう第8回ですからね、あの会ね。議。8回もね、で、何喋ってたんですかね、これ。いやー、まさに生産性がない。ああ、だけど、ひ新しいどい資本主義実現会議の、な。この資料の中にはですね、生産性アップ言うてるわけですよ。何を言うてんいや、の？これはね、ひどいですよ。ね。そしてね、その先ちょっと読んでみますとね。しかし、成長産業を作っても、利益のほとんどを株主が取ってしまう、株主資本主義の時代が続けば、社員は豊かになれません。しかも、外国人株主が増えている現状から見ても、日本国民を豊かにする分配のルールを成長戦略と同時に決めることは緊急課題です。成長の結果、成果物が会社で働く人たちや社会全体に還元するルールを作ることが新しい資本主義の骨格のはずです。はず。はずって言うんだから、じゃあ作ればいいじゃないですか、朝。7ヶ月の間何をやってたんですかね、これ。作ればいいじゃないですかね。この作り原ゃさんっいいて、よ。原さんって人はね、岸田さんのブレーンなわけだから、なんでそれやらなかったんだっていう話じゃないですか。僕はね、これ理解できないんですよ、このインタビュー。ってこ全とくは、理解できない。まあこのもうちょっと後の方に多くの国民は株を買う余裕がないっていうふうに書いてるけど、株を買う余裕がないから一人一人が豊かになって、で資産所得倍増計画の前にまず所得倍増しなきゃダメだよね。でその上で分配したり株主が全部持っていくだけの形から変えていかなきゃダメだよね。まあこれ金融所得課税強化の話をしてたはずなんですけども、それもどっか行っちゃって、やってね。でブレーンの人が、なんかちょっとよくわかんないけど、全然できないけど、なんかよくわかんないけど、とりあえず作りましたって出てきたのが、資産所得倍増って、なんかもうちょっと意味がわからない。もう、ブレインじゃないよ、この人、まず。ブレーンが言ってるのは、ね、今、清水さんが言ったようにですね、多くの人はね、多くの国民は株を買ってる余裕はないですと。ないよ。ね、日本で株を持っている人は11.2%であり、その多くはある程度の資産を持っているそうですと。そうだよ。9割の国民にとっては株価の上がり下がりは実生活と関係ありませんと。ね、資産所得倍増の前にやるべきは、勤労所得の倍増を実現して、株を買う資産を形成できるようにすることですと。そうだよ。ね。まさに正論言ってるわけですよ。じゃあこの人ブレンなんだったらそれを作れや。そうなんですよ。ね。だから、この20年間で平均給与は約370万円で全く増えていない。それどころか、教育や住居費などは上がっているため、実質賃金は10%下がり、日本人は貧しくなっているのです。その一方で、上場企業の株主還元額は何倍にも増えており、分配の偏りが顕著です。これをね、正すために、直すために岸田さんは首相になったんじゃないですか。それをやるって去年言ってたじゃないですで、か。言ったから総裁選で勝っね。て、そ衆院選う。でね。総理大臣やってるわけでしょ？それが新しい資本主義の骨格だったじゃないですか。ところが、出てきたものは今ね、さっき紹介したように、資産所得倍増ですよ。資産所得倍増。ね。もう国民、ほとんど国民は、できないと言ってるのにですね。そういうようなね、ことなんですよ。あれか？岸田さんの言っている国民っていうのは、資産、株持ってるような豊かな人たちのことを言ってんのか？だからね、それおかしいんですよ。だって、二極化を直すという話ですから、そしてネオリベはやめるという話ですから、だったらそれは全くね、本当に精神分裂としか言いようがないですよね。そういうようなね、ことなんですよ。ね。まあ少なくとも全く豊かになるイメージはないね、これは。そうなんです。だから僕はね、ここでね、提案というか、対案を出したいんですよ。ね。それ対案を出せって言うんだから、対案を出しますよ、僕はね。まずね、
これ原さんが言うようにですね、その多くの国民はね、株式などにですね、投資できる蓄えがないんですよ。ね、まあ、ということはですね、まさにこの所得倍増をしなきゃいけないんですよ。うん、ね、でね、岸田さんがやってるのは安倍さんの時代からのね、うん、例えば賃金をアップした企業にはですね、うんうん、税制上の優遇措置を与える。うんうん、まさに、ね、それだけなんですよ。うんね、だったらね、それ効果ないっていうのはもう分かってるわけですよ。うん、だってずっとやってきて、ね、今日本がこれなんだから。そしてさらにこれからね、インフレがいくでしょうから、実質賃金が下がり続けることは間違いないわけですよね。うんうん、だからまずね、消費税減税なんですよ。うん、消費税減税した方がいいよ。ね、で 5% に下げて、次いで 0% を目指すと、うんね。これはだから山本太郎さんが言ってるのはね、これはね、なかなかね、なんていうかな、正確なところをついてるんですよ。うんうんうん、ね、でね、消費税の税率をね、機動的にするんですよ、うん。ね。そしてね、これをね、税制面から実質賃金を上げていくんですよ。うんうん、ね。で、個人消費がね、上げなければ、うん、成長なんかで絶対にできないんですよ。うん、ね。なので、岸田さんはね、消費減税しないと言ってるんだけども、うん、それはね、間違っている。うん、完全に間違っている、うん。ということなんですよ。ね。景気は良くならんだろうな、これ。うん。これね、だから全くね、岸田さんとはね、逆のことをやらなきゃダメなんですよ。うん、ね。それがね、対案ですよ。っていうか、最初に言ってたことをちゃんとやればいいんですよ、岸田さんが。そういうことなんですよね。うん、でもなんか、全部なくなっちゃいましたね。うん、そういうことなんですよ。うん、まあ、とにかくね、ひどいね、新しい資本主義ですよね、これね。うん、驚きましたね。うん。うん、そしてもう、うん、どうぞ。はい、うん。もう一つ言いたいのはですね、うん、この新しい資本主義案を見るとですね、うん、どうもね、ベースにはね、うん、この IT ですね、うん、IT があるんですよ、うん。IT を発展させたいというね。はい。そのですね、この人のスキルアップですね、うん、そういう人的投資であるとか、うん、あるいはそのスタートアップ企業のですね、うんうん、優遇とかね、うん、これはね、IT 分野への期待ですね、うん、それが大きいベースになっているというふうに読み取れるんですよね。うんうん、でところがですね、まあ、はっきり言いまして、これはね、どんなことをやったって、絶対にうまくいかないということは、うん、日本の IT 業界のですね、やっぱり根本的な構造問題、うん、これを見なければわからないんですよね。ここなんですよ。ここはね、本当にここ肝、ね、肝だと思うんですよ、うんうん。これだからデジタル庁も同じ問題を抱えていて、うん、だからデジタル庁も同じように失敗するということなんですよ。うんうん、ね。でこれはね、何度も喋ったんだけども、はい、どうしてもね、やっぱりこれね、うん、紹介したいんですよね、うんうん。僕はね、前にこれ集中的に取材していたことがあって、はい、で記事をね、書いているんですよ。うんね、ちょっとね、これはね、なんていうかな、デジタル化されてないんで、この記事はですね、はい、まあ、ちょっとね、これを切り抜きを見ながらね、言うんですけども、はい、これ例えばね、これ日本でね、この IT ですね、うん、この IT 問題に本当に取り組んだ人たちっていうのはね、少ないんですよ、うんね。これね、日本の IT の問題ってどういう問題かというと、うん、例えば自治体であるとかですね、うん、あるいは中央省庁であるとか、うん、あるいは企業もそうなんですけど、はい、それぞれに大手の IT ベンダーですね、うん、これがくっついちゃっていて、うん、で一回そこにですね受注するとですね、うん、もう離さないんですよ、うん、でそこから絶対離れない、うん、そして、このですね基本情報を全部クローズにしてるわけなんですよ、うんうん、外に出さないので、外から新しいですね、業者、若い業者が入ってくる余地がないんですよね。うん、なので、何かその、改築するとかですね、うん、あるいはちょっとした不都合でもですね、うん、これその同じですね、ベンダーに出さなくちゃいけないんですよね。うんうんうん、そしてね、それがね、ブラックにしているんで、うん、ブラックボックスにしているんで、うん、中身が分かんない。もう中身が分からないんですよ、うん、
この自治体であるとか、あるいは中央省庁であるとか、あるいは企業の担当者でさえ、その中身がわからないんですよ。なの恐ろで、しい話だ。これ、いいねなんですよ。ちょっとした改築でもね、いいねで、やってもらうしかないんですよ。ね。そういうような状態なんで、この大手の ID ベンダーにとってはですね、すごい楽ちんなんですまあ、よ。美味しい仕事になってま美すね。味しい仕事で、つまり、技術革新とかね、そういうイノベーションをやるですね、インセンティブが働かないんですよ。なので、日本はですね、その IT 業界が、ほとんど進歩しなかったんですよ。今もその状態が続いてるんですよね。いや、だって進歩しなかった理由は皆さんが使っているアプリを見てください。まず持っているスマホには日本の OS 入ってるかって言ったらこれどっちもアメリカです。なるほどね。ね、で、さらに、皆さんこれ何で見てますか？何で見てる？これ。これ YouTube、Google 様じゃないですか。じゃあ YouTube に匹敵する、ね、日本の会社のサービスは何か？ない。ないと。ない。Facebook に匹敵する日本のサービスは何かありますか？ Twitter に匹敵する日本のサービスはありますか？ない。ない。もう言うてて悲しくなるけどない。なるほどね。なので、これがもう分かりやすい。そう。生までね、れてない。そういうね、状況を打破するためにはですね、つまり若い企業が、どんどん仕事をね、取れなきゃダメなんですよ。ね、そのためには、みんなね、なんていうかな、そういう業界にいる人はですね、IT に詳しくならなきゃいけないんですよね。例えば僕が取材したですね、長崎県ですね。長崎県はね、非常に、なんていうかな、この IT 調達に向けてですね、すごいね、頑張ったんですよ。このね、島村さんですね、島村秀夫さんっていうね、人がね、これ、最高情報責任者っていうね、肩書きの人がいるんだけども、この人はね、ゼネコンでね、電算業務やってたんだけども、日本総研に移ってですね、それから長崎県に招かれてやったんですけどね、そしてね、この人はね、職員にですね、IT 教育を施したんですよ。おお、いいですね。一から始めたんですよね。そしてね、例えばね、僕もこれね、真っ先に見たんだけども、これね、県庁の正面にね、観光案内の映像なんか流してる画面があるんですよね。コンピューター。これがですね、まさに、この地元の業者がですね、まさに長崎県内のね、電気店で買った部品でですね、作り上げたんですよ。これ約70万円でできたんだけども、これがね、もし大手の IT ベンダーに発注したら、300万円はかかるというね、代物なんですよ。4.5倍。はい。そういう高いようなこな。となんですね。で、こういうことでね、とにかくね、職員に、自分で作らせたんですよ。そういうことをやってね、長崎県は非常にね、これなんていうかな、このシステムのね、制作費をですね、どんどん下げていって、そしてね、地場企業にどんどん発注していったんですよ。そういうね、ことをね、やっていたんですよね。そしてね、それからね、これはですね、佐賀市ですね。佐賀市もね、随分ね、これを改革したんですよ。で、改革する前はね、これ NEC にですね、一括してやってもらってたんですよ。ね。で、NEC のね、コンピューター言語ってのはね、なんと、コボルなんですよ。ね。コボル。でね、この佐賀市がですね、やっぱりね、まあ多くのメーカーがね、適用できるように、Java で、やろうとしたんですよね。そらそうやろそしたらね、NEC は、いや、やっぱりコボルでやってくれと。なんでやねん そういうメインフね、レームで巨大なものでも作りたいのか絶対違うだろいや、だから結局そこなんですよ、清水さん。そこなんですよ。う結局そこからね、抜けきれないんですよ。ああなるほどねそういうことなんですよ。こういうね、ことがあるんですよ。同じようにね、この IT ゼネコンっていうのがあって、今言った NEC であるとかね、それから NTT、それから富士通、それから日立製作所。この4大グループがね、一番ね、有名なんだけども、これね、まあ、ちょっと前の調査なんだけども、都道府県のね、IT 調達先で77%が
今言った4大グループなんですよ。うん。ね、なるほとんほど。どね、ほとんどのですね、都道府県がこういう状態でやってるわけですよ。古いのを使って。いや、古いのを使って、その、ね、IT のゼネコンそう。に注文して、うん。で、それでそこに税金、多額の税金が流れて、いいねでやっとると。そう。そういうことなんですよ。もうそんなの公共事業じゃん。そう。で、若い企業は、そう。若い企業は全然入れない。なんでかっていうと、もうそのね、設計図から基本情報から全部クローズにしてる。うん、ということなんですよ。はい。ところがね、もう全世界ね、IT が進んでいるところは、これはオープンソースなんですよね。うんうん、全部、基本情報をオープンにしているので、うん、若い企業が入ってこれるんですよ、うんうんうん。そうするとね、技術革新のインセンティブが生まれると。まあ、切磋琢磨起きると。そう、切磋琢磨するということですよね。うんうん、そしてその IT のお金もですね、それほどかけなくても済むようになるわけですよ。うんうんうん、ね。要するにこの自治体側であるとか中央省庁であるとかね、はい、そういうようなね、ことがあるんですよ、うん、そして例えばね、沖縄県の浦添市、うんね、浦添市ってあるんですけども、うんうん、ここはね、那覇の近くなんだけども、はい、ね、韓国ですね、うん、韓国がね、IT がものすごい進んでるんですよね、うんうんうん、もう全世界で金銀銅メダル争いをやって、日本はね、20位前後とかそういう感じなんだけども、うん、そしてね、これね、韓国のですね、コンサルタント会社、うん、これをね、採用したんですよ。うん、ね、このコンサル会社、うん。で、僕はその社長とね、講義しているんだけども、うん、そうするとね、これはやっぱり徹底してますよ。なるほど。ね、うん、このシステムを構築するのにですね、うん、まずね、1年間は何もしないで、うんね、このコンサルタント会社の社員がですね、各その職員ですね、うん、浦添市の市役所の職員の机の後ろに張り付いて、うん、作業をずっと観察していたんですよ。なるほど、うん、そしてそれは何をやってるんですかと、今のはどうしてこう やったんですかとかね、うん、質問して、そしてその作業手順をまずね、把握するんですよ、はい、起きたんですよ。そして次にそれをなんとか短くできないかと、うん、効率的にできないかというね、うん、ことをやったんですよ、うん、それやった結果ですよ、例えばね、小中学生のね、保護者への就学援助っていうね、うん、制度があるんですよね、まあ、これは生活保護の一歩手前のものなんですけども、うんうん、就学援助、はい、まあ、援助金を出すわけですね、うん、これね、従来ね、申請してから、うん、そして出しますよっていう通知を出すまでにですね、うん、必要だったね、作業は20あったんですよ。うん、多いね。20多い。うん、ね、そしてその後ろについていた、ね、コンサルタント会社、コンサル会社のですね、うん、あれがいろいろ提案してですね、ついにその作業を2つに縮めることができたんですよ。最終的に。うん、で、待って、市役所全体で同じことをやってですね、うん、ぐーっとシンプルにしたわけですよ。無駄が多かったのね。で、そして、このシステム構築にそっから手をつけたわけですよ、うんうん。そうすると、この職員自体もですね、全員ね、習熟することになったわけですよ。うん、一体どこがどうなって、こういう手続きになってるのかなとかね。うんうん、そして、システム構築したので、うん、それがね、ものすごくシンプルで効率が良くて、うん、そして安いと。そういうね、韓国式のですね、システムが出来上がったんですよ。うんうん、で、僕はね、そこでね、具体的に見てね、びっくりしたのは、うん、ね、何か手続き、まあ、就学援助でも、それ何でもいいんだけども、出しますよね、うん、申請して。そうするとね、それがね、うん、その稟議書っていうかな、うん、その書類が、どこのデスクに今行ってるってのはね、うん、もうパソコン上で一目で分かるシステムが出来てるんですよ。うん、なるほどね。うん、これすごいのでね、いや、これすごいんですね、どこで作ったんですかって聞いたら、うん、いや、これは韓国の、若い企業が、ね、オープンでやってるから作ってくれたんですよっていうね、はい、話してたんですよ、うんうん、で、僕はね、これだと思ったんですよ、うん、つまりオープンソースでやれば、うん、若い企業が、スタートアップ企業がどんどん入ってくるわけですよ、うん、そしてそこでまた成長していくわけですよ、切磋琢磨してね、そう、うん、これが IT の成功の、うん、事例なんですよね、うん、ところが日本は
ね、今、さっき20から2つにしたと言ったけど、20のままですよ。どこもかしこも。裏添えみたいにやってるとこはどこもないですよ。悲しい。だったらね、これね、まず、デジタル庁が絶対失敗すると思いますよ。こういうね、ことを知らないから。ね、全然やろうとしてもいないしね。うん。そして、もう一つは、この新しい資本主義で言っている、この人へのね、投資とかですね、このスキルアップとかね、それからスタートアップ企業をね、なんとかしたいと。そんなことやったってですね、こういうね、基本的なことを哲学ですよ。やらない限り、無理絶です対ね。に不可能ですよ。で、これは、さっき言った4大ね、ベンダーじゃないけども、大手のベンダーが IT ゼネコンと言われているように、それぞれ談合しちゃっていて、島を作ってるんですよ。ね。財務省は俺たちだ。お前らは経産省。ね。僕たちは文部科学省。ね。私たちは朝日新聞社。ね。そういうふうにね、作ってるんですよ。ブラックボックスそれぞれ作ってるんで、もうこれ発展のしようがないんですよ。だから日本はね、ここを変えない限り、絶対に21世紀ダメダメですよ。ね。で、これはね、清水さんと前に喋ったことだけども、やっぱりね、具体的にまたね、喋りたくなったんで、喋りましたけども、いや、重要だなか問ら、題ですよ。非常に重要。だし、これはね、経済産業省に頼ってるだけでは、絶対にこれ打開できないですよ。ね。で、これはね、岸田さんね、去年言ったこととね、180度違うね、ことをね、言ってるぐらいの頭ですから、こんなことね、髪の毛一本も知らないと思いますよ。なんでね、岸田さんはそういう、IT のベンダー問題も分かってないし、まあ、てか何より信念がない。いいんじゃない。まあ、からっからっからっから変わりまくる。で、こんな嘘つきについてったら、何も起きんで。そうなんですよ。まあ、いなや、んだからで、ね、あ、どうぞ。だから、安倍さんのね、第二次安倍政権があまりにひどかったんで、7年8ヶ月がね、だからみんなね、岸田さんのね、ソフトイメージで、安心しちゃってるんですよね。全く情けでなす。い国ですよ。本当に。で、そういうのは本当にいいの？っていうところで、今日はね、佐藤さんと撮らせていただきました。まあね、私は良くないと思いますよ。日本元気なくなるからね。なんで、まあ、一月摩擦見て、佐藤さんの回を見て、応援してくれると嬉しいな、佐藤さんを。ぜひ、佐藤さんの職業政治家、小沢一郎ね、もっと細かく対案が知りたいっていう人がいればですね、ぜひ本を買って、読んでほしいし、カンパとかもお待ちしております。それでは、チャンネル登録といいね、よろしく。今日もダックショー。それでは。はい。今日も見ていただきましてありがとうございます。佐藤さんの応援のためのカンパ、銀行口座とですね、クレジットカード、どちらかでもできます。一月万札の公式ページができました。こちらに佐藤さんの今までの書籍、全部アップロードされていますので、欲しい人はこちらから見ていただけると嬉しいです。いつも見ていただき、感謝します。ありがとうございます。